はい、続いてはですね、サカツク2000っていう、サッカーゲーム、プロサッカー、J リーグプロサッカークラブを作ろうを再現しようと思って作ったゲームですね。このゲームはサッカーチームを作り育てるゲームです。プレイヤーは K 栄太郎さん、かっこ35になり、クラブの育成と経営をします。なんで単純な名前？最初与えられる資金は50億円です。しかしチームがないところからのスタートですので、選手は0人です。厳しいな。50億円で選手を集めていってください。まずは JFL からのスタートです。なんか楽しそうですね。それでは監督を選びましょう。ラモス・ルイ43、1年契約希望。柱谷哲司35、2年契約希望。長谷川健太33、3年契約希望。あー、なんか本格的ですね。みんな実在する監督ですね。じゃあここはラモスでいきます。ラモス・ルイと契約しました。次にスカウトを選びましょう。中原、なんだろうこれ。中原、なんとか。福岡直し、グレゴリー・クラーク。これ迷いますね。7年契約、5年契約、2年契約。じゃあ、間を取ってこの福岡直し、5年希望にします。福岡直しと契約しました。次に秘書を選びましょう。大村咲、ソメイヨシノ、キャライアマリー。 じゃあ、キャライアマリーにします。キャライアマリーに決まりました。それではホームタウンを選びましょう。静岡県浜松市、東京都多摩市、沖縄県那覇市。これだったら静岡県浜松市ですね。ホームタウンが決まりました。すべて合計して、22億円必要です。よろしいですか？これ家にしたら最初からですかね。いいえ。しかし一度決めたことです。諦めてください。残酷だな。あなたの持ち金は28億円です。それではオフィスに移動します。なんか なんか自分で作ってても何にも記憶がないですね。こいつが K 栄太郎かな。強さ K 栄太郎。やっぱ本当こいつ K 栄太郎。こいつ賢さ1しかないですよ。経営者のくせに賢さ1って。調べ、木、花。ずいぶんシンプルな説明。ちょっと外出てみますね。まだ先に行く時ではない。やっぱこの人話さないとダメなのかな。K さん、先ほど電話があり、スカウトが契約できそうな選手を連れてくるそうです。あとは K さんがどれだけうまく話をするかにかかってますよ。こいつが多分キャライアマリーですね。 スカウトが選手を連れてくるってどうすりゃいいのかな。K さん、先ほど電話でスカウトが契約できそうな選手、あとは K さんがどうすればいいんだ。スカウト失礼します。来た。 K さん、選手を何人か連れてまいりました。ご苦労。偉そうに。スカウト、あとはうまく説得させてください。よし、1人目入れ。失礼します。佐藤です。よろしくお願いします。彼のデータです。佐藤和樹25歳、横浜 F マリノス。これ実在する選手ですね。攻撃的ミッドフィルダー、 J 通算36試合出場、5得点。能力的には少し物足りない選手ですね。 厳しいな、本人の前で。 彼に言うセリフを決めてください。1億でどうかね。それが限界。2億出してやろう。悪い話じゃないだろう。いらねえよ、こんなカス。帰れ、ボケ。ひでえ。でも、能力的には物足りない選手を1億で獲得するって、すごいですよね。1億で。佐藤、1億？マジで？やった！ 10 円でもよかったのに。 佐藤和樹選手と契約しました。とりあえず1人契約しました。残りの資金は27億円です。それでは失礼します。K さん、次は超大物ですよ。必ずゲットしましょう。任せておけ。2人目入れ。失礼します。
望月。まあよろしくお願いしますよ。スカウト A 彼のデータです。望月重義26歳、名古屋グランパス8、ミッドフィルダー J2 さん、151試合出場18得点。世界最高峰のボランチで攻撃的ミッドフィルダーもできます。持久力、シュート力、パスセンス、ヘディング、スピード、どれをとっても文句のつけようがありません。大絶賛ですね。完璧とはまさにこのことです。大絶賛。彼に言うセリフを決めてください。お願いします。金ならいくらでも出す。金、好きなだけやるから来てくれ。何億だろうと出してやるぞ。いくらだ。全部これ同じじゃないですか、項目が。じゃあ金、好きなだけやるから来てくれにします。望月、じゃあ25億ください。これで決まりですね。25億。ああやるとも、男に二言はない。スカウト…望月重義選手と契約しました。では失礼する。25億って。スカウト、もうほとんど資金がないです。終わったな…何もかもな。なんだこれ。終わった。こうして K.A. 太郎の無謀な契約によってまだできていない新チームは潰れていったとさ。終わった。なんだこのゲーム。